です。今日も一日お疲れ様でした。今日はマシュマロ質問箱にいただいたご相談に、乗らせていただこうかなと思います。例によって皆さんからのアドバイスやご意見も温かいご意見もコメント欄の方に載せていただけると大変ありがたいです。では、読み上げていきます。こんにちは。いつもひろみさんの素敵な動画を見て癒されてます。長文になってしまいますが、私も相談させていただきたいです。私は現在大学2年生です。コロナ禍で大学に行けずにリモート授業なので、ほとんどの時間を自宅で過ごしています。以前は人と話すことは好きでしたが、最近家に閉じこもりがちになっているせいか、人と話すことが怖くなってしまいました。友達と話すときに何を話せばいいか、相手が楽しめるような話題は何かなどを必死で考えたり、その場を盛り上げなきゃ、面白い話をしなきゃと常に考えたりしていて、会話がたどたどしくなってしまいます。特に無言の間が怖くて、その無言の間を埋めるために必死でとても疲れてしまいます。最近では17年前からの気を許せたはずの幼なじみとの会話もたどたどしく、一緒にいると居心地悪くなってしまいました。将来就職して人との関わりが増えるのに、このままで私は大丈夫なのかとても不安です。ひろみさんに何かアドバイスいただければとても力になります。わかりにくい文章ですみません。よろしくお願いします、ということで、ご相談ありがとうございます。コロナ禍でね、ずっと今大学2年生ってことは、もう入学した時ちょっとだったらもうコロナって感じですよね。全ての授業がリモートなのかな。で、お一人暮らしなんですかね。そっか、それはすごいね、大変辛い状況だなと想像いたします。私も今一人だったら気がおかしくなってると思うんですよ。コロナ始まってすぐ思ったのが、一人暮らし の学生さんとか独身の方とかでしたね。思わず私も友達にね、元気ってすぐ送っちゃったぐらい、すごく大変だろうなって想像しました。でね、人と話すことを好きだったのに、人と話すことが怖くなっちゃうっていうのは、多分今みんなそうだと思います。私も、夫とか息子とかは話してるし、両親とかね、LINE で電話とかしてるけど、友達とうまく話せるか、それがね結構心配ですし、仕事の打ち合わせとかだったらいいんですけど、アイスブレイクとか雑談ってなった時にうまく話せるかなっていう不安は常にあります。で、正直コロナになってもう気軽に会わないじゃないですか。だから会わない期間があって、その部分キャッチアップしないまま話があった時に盛り上がるとか、オンラインで盛り上がるってそうそうないと思うんですね。やっぱり人って定期的に自分のことと相手のことの情報交換をすることによって、あるいは SNS とかで近況をね知っているからこそ、相手に対して質問できたり、相手のテンションがなんとなくわかるから話しかけやすかったり、この話題だったら大丈夫かなだったり、相手も同じようにね、相手がどういう状況なのかわからないまま話すっていうのは、みんな怖いし、うまくできるはずはないと思います。だから最初に、あなたとね、ほとんどの方が同じ状況だよっていうことはお伝えしたいです。で、特に学生さんの場合だと、仕事を通してオンラインで話すってこともないし、チャットとかでね、
やり取りするってことも毎日はないじゃないですか。日程を合わせてオンラインで飲もうねとかあるかもしれないけど、だから学生さんの方が私は本当にしんどい状況だと思います。その一人暮らしのね。で、こんなツイートを先日見つけました。10代の声っていう、アンケート結果ですね。コロナを通じてどんな機会が減ったと思いますか、また我慢したと思うことはありますかっていう、あのスライド1枚分がツイートされてたんですけど、その中にですね、顔が見えないのでとても不便、表情もわからないし話している内容もよくわからないとか、悩んでいる時に話を誰かにする機会がない、 LINE だと変に誤解を招くからやりたくないっていうね、そんな話、アンケート結果の、声がありました。で、本当そうだなと思ってて、文面でいくらやり取りをしていても直接顔を見たり肌で感じたり、匂いもね含めてねとか、ファッショントータルで見て雰囲気変わったねとか、なんか痩せたね、ちょっとふくらしたねとか、別にこれ言わなくてもいいんですけど、なんかそういう全てをひっくるめてのコミュニケーションだから、うまく話せなくて本当に当然だと思うし、この中でよく頑張ってると思います。本当に立派です。ね、その中でさらに立派なのがね、話すときに何を話して相手が何が楽しめるかなとか考えられる、あなたは本当に素晴らしい、素晴らしすぎる、本当に優しい方なんだろうなって想像します。だからもうね、十分ね、すごいことをやってるので、もうそれ以上頑張らなくていいです。みんな一緒だし、話せなくて当然だし、それは何も悪いことじゃなくて、当たり前なことだし、その中で工夫しようと頑張ってるあなたはもうスーパーパーフェクトです。そのことをまず頭に入れてください。でね、無言の間って怖いですよね。私も無言の間が怖くって、ドハーって喋る癖がありました。私は仕事上ですね、人事のこう面接官とか、採用する側の仕事をしばらくやっていたので、とにかく来ていただける方とか、その後入社した人とか、飲み会の場とかでも常に気を張って、この人がこの会社に入ってよかったと思えるようにみたいな気合を入れて、なんかもうこう仕込んどうで頑張ってた時期があるんですね。でもその仕事を辞めて今ナレーターの仕事をやってて思うのは、間って結構大事だなってことに気がつきました。そういう私はタイプだったから、ナレーションも結構詰めて読んじゃうんですよ。でもね、聞く側にしては初めて聞くのにせっかちに聞こえたり聞きづらかったり、相手がやっぱり間詰めてくるとこっちも急ぎ気味になっちゃったりとかするんですよ。で、間ってすごい意味があるんだなってことを学んだんです。それは仕事でもそうなんですけど、会話もそうだと思う。普通の友達同士の会話も恋人との会話も間ってすごく大事です。だから間はね、あっていいんです。間ができて気まずいなってシチュエーションももちろんあるけど、もしかしたら相手はその間を楽しんでるかもしれないし、その間をね楽しむこともできるし、その間があるから一息つけたり頭の中も整理できたり、あ、この間が不安じゃないこの人と、となって恋愛に発展したりとかね、よく言うじゃないですか。何も喋れなくてもいい人が本当のね気の合う人だとかね、なんかまあ言いますけど、とにかく間もすごい意味があることだから、空白の時間があることによって、あ、なんか喋んなきゃ、楽しませなきゃ、相手がつまんないのかなとか思う必要もないと思います。気まずいシチュエーションもあるかもしれないけど、それはあって当然ですし、普通にね毎日会ってないのにいきなり盛り上がるなんてそうそうないじゃないですか。それこそ不自然だと思うから、もうなんかそれもまあ自然なことだからいいんですよってことをもう一つお伝えします。
幼馴染だからこそなのかもしれない。だってずっと一緒にね、育ってきて近くにいてお互いの成長をお互い見てきた相手じゃないですか。そんな近かった距離の二人がいきなり物理的に会えなくなったら、そりゃぎこちなくなると思うんですよ。でも会ったらすぐに感覚が戻ったりとか、そういう人も中にはいるわけで、今はもうそういう時代だから仕方がないっていうね、風に思ったらいいのかなって思います。本当に、なんだろうな、気が、まあ、合う人だったり、一緒のタイミングで成長してる人とかだったら、会った瞬間にちょっとずつこうほぐれていって、また以前のように話せるとかいうことも絶対にありますから、とにかくこの不自然なね、コミュニケーション、不自然なコミュニケーションっていうか、顔を合わずにお互いの雰囲気を感じ取らずに、こう画面上だけで表情を読むとかね、もしかしたらすっごい笑顔だけどむちゃくちゃ貧乏ゆすりしてるかもしれないじゃないですか。すごい緊張してそうだけど、なんか手でリズム取ってるかもしれないし、なんかこうわかんないですよ、顔だけ映ってても。だからそこに対してあれこれ考えると自分が疲れちゃうんで、今そういうね、回って当然だし、すぐにこう話せるっていうこと自体が難しいことだから、誰もできないから、そんなに考えなくていいし、もうあなたはスーパーパーフェクトだから、そのままでいいと思います。ただそうやって不安になる気持ちは本当によくわかる。私もテキストとかね、テキストメッセンジャーとかねやって、久しぶりに連絡来て返して返事ないと、私はものすごい変なこと言っちゃったかなとか、コロナになってこの1年ちょっとでちょっと時代変わっちゃったのかなとか、なんかタブーなこと言ってるのかなとか結構考えちゃうたちなんで、すごいお気持ちわかります。でも大体ね、心配事の9割は起こらないっていう本がありましたけど、大体自分が思ってるだけで周りはそんなに気にしてないことがほぼ 100% だと思います。だからね、ずっとリモートで家に閉じこもってると気持ちが沈んでいくのは当然なことです。環境によって脳って変わっていくので、だからこんな風に相談することで少しでも楽になるんだったら、バンバン相談していただきたいですし、おすすめは今暑いから朝早い時間か夕方、まだ日があるけどちょっと涼しくなってきたなぐらいの時に、外を20分ぐらい散歩するとかなりリフレッシュになります。まあ朝の散歩の方がいいとは言われてますけど、そうやって物理的に体を動かすと本当に気持ちってだん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 変わっていくし、太陽に少しでも浴びると少しずつ脳って変わっていくので、騙されたと思ってやってみてください。あとはバナナを食べるのも本当にね、騙されたと思ってやってみてください。私は息子が食べるのでバナナは常駐してるんですけど、いつもちょっとイラッとしてきたなと思ったらパクって食べるようにしてます。っていうくらいバナナは万能の食品で、セロトニンっていう幸せなね、ホルモンを出しやすくしてくれるのかな。で、食材としてもすごく栄養価が高いので、バナナと阿蘇散歩をしてリフレッシュしていただきたいなって思いますね。で、最後に、将来就職して人との関わりが増えるのに、このままで私は大丈夫なのかとても不安ですっていうことなんですけど、全然大丈夫だと思います。というのも、社会人になると話す内容って決まってるので、逆に話しやすいと思います。仕事上の話とか仕事のちょっと延長の話とかになってくるから。で、しかも、まあ、就職するってなると大体が年上の、ね、方だと思うんで、まあ、やっぱりある程度はちょっとはリードはしてくれると思うから、まあ、質問をねしてくれたり、だからね、コミュニケーションこっちの方が取りやすいと思います。そうね、そう、むしろ若い世代の方の方がオンラインで仕
仕事をしたりとかオンラインで何かをやるってことに長けているので、もしかしたら会社に入って仕事しやすいと思うかもしれないし、上司の方とか先輩に教えることもあるかもしれないし、その中で自然にね会話が生まれてきたり、仕事ってねほぼ毎日やるから、毎日やっているからこそ自然にコミュニケーションが生まれたりってなってくると思うので、就職してからの方がもしかしたら楽だなって感じるかもしれない。もちろん怖いね、先輩とか言ったら、怖い先輩とか言ったらめちゃくちゃ気扱うけど、私も新卒の時いましたね。最終的にはすごい良くしてくれて大好きな女子になったんですけど、すごい気分屋に見えて怖かったんですよ。で、いろいろ考えすぎて、ストレートに聞けばいいことをなんか考えすぎてモジモジしちゃったりとかしてね。だから考えすぎるとね、逆に相手に気を使わせることが結構あるから、あんまり考えずにズバッと聞いちゃうとか、なんかそっちの方が仕事上はねいいと思いました。はい、という、まあ、ちょっとこんなアドバイスしか私はできないんですけど、まあ冒頭の方に言ったように、本当にねこの状況でずっとリモートで授業したり仕事をしたり誰とも話さないみたいな状況が続いているっていうのは本当に異常事態だし、この中でやりくりできてる人は本当に立派だなと思います。さっきの10代のねアンケート調査のスライドですけど、学校行事もね軒並みなくなって、夏休みもね事実上潰れて、夏休みで計画した旅行もなくなったとか、病院代を減らすために精神科に行くのをやめたとか、バイトが入れない、収入がないとかね、文化祭とかオープンキャンパスが行われなかったとかね、本当にこう知りたい情報も直接聞きに行けなかったり、やりたいこともできなかったり、お金がそもそもないからいろいろ削らなきゃいけないっていう状況を強いられてる人は本当にたくさん多いと思います。で、そこで一人で頑張っちゃ絶対にダメで、私もそんな、なんだろうな、できることって言ったらこんな風にこう相談に乗らせていただくとかそういうことになってしまうんですけど、とにかく一人で悩まないっていうのが一番大事です。人に話すことによってちょっとでも気持ちが軽くなったりするし、誰かからアドバイスをもらうことによって新しい思考回路が開けたりもするし、そうだからとにかく一人で抱え込まない。で、お家にずっといる状況は本当に脳がねおかしくなりやすい状況なので、ちょっとでも外に出る、お散歩に出る、バナナを食べるっていうのは本当にやっていただきたいなって思います。で、自分だけじゃなくてみんな人と話すの怖くなってる時代だと思うし、すごい下手になってると思う、話すのも。私もこんな風に YouTube で話してますけど、やっぱりたまにねオンラインでね友達と話すってなった時めちゃくちゃ気こちないですよ。最初20分ぐらいは気こちないし、なんかすっごい気に使っちゃったり、使われてたりするのかな。で、だんだん、最近のその話で自分からちょっと心をオープンにしてポロって言って、そうするとあっちもなんか心の扉がちょっとずつ開くみたいな感覚もあったりして、その繰り返しでなんかじゃあまた次もやろっかみたいなね感じになったり、だからそれを通常であれば顔合わせてやることがオンラインでってなるとなかなかやっぱり難しいなって私ですら感じますから、だからそんなことを感じてる自分、うまくできない自分を一切責める必要はございません。もうそう思ってる時点であなたは素晴らしいです、偉い、立派です、よく頑張ってます。だからそうやってね自分もとにかく褒めてあげてください。で、話す練習とかって、まあ、なんだろうな、まあ、ちょっと質問内容にはないですけど、もし話すね、内容とかがね、とか話し方、声の出し方とか、なんかそういうのがちょっと
ちょっと練習したいなとかであれば、それこそ YouTube とか、まあ、あの非公開でもいいと思ってカメラ置いて誰かと話してる感じで最近の自分のね出来事をシェアしてみる。ポッドキャストとか音声配信でもいいと思います。今いろいろプラットフォームがあるから、自分のカラーに合ったものを見つけてそこでライブ配信してみたり、私はスタンド FM を最近ライブ配信だと使ってるかな、なんですけど、そこで自分のことを話してみたりっていう練習はね、できるツールは結構増えてきたので、それも結構おすすめですね。直接の人との関わりにはならないけど、その自分の雑談をねしてみるっていう意味では、まあ、いい練習にはなるのかなとは思いますし、まあ、いろんな人の話を聞くことで、あ、なんか普通にリフレッシュになったりとか、あ、自分と同じことで悩んでるんだなとかね、なんかそういう気づきもあったりとかするから、とにかくもう今この状況下で生きてるみんなが素晴らしいし、あのいろいろ我慢しながらね頑張ってる人に、あのちょっといろいろと迷惑をかけるような人は置いておいて、だから本当に自分を褒めて褒めて褒めて褒めまくっていかないとなって思います。みんな偉いし、みんな素晴らしいし、みんな頑張ってるし、だから今日一日よく自分頑張ったなって褒めて寝て見てください。あのね、思うだけじゃなくて実際に声に出すと100万倍ぐらい影響が違いますので、ぜひやってみてください。私もね、私は偉い、旦那は偉いみたいなことをコロナになってしばらくやりましたね。やっぱり子育てと同時期、出産直後にコロナがやってきたので、右も左もわからないみたいでな状況で、コロナもあって誰にも会えなくて、で助産院とかも行きたかったけど怖いから行けなくて、でも息子はどんな状態かちょっとわかんなくて、てんやわんやしてホルモンのバランスが乱れてみたいな時期が重なった時は、やっぱりなんか自分を責めがちだったんで、ちょっと自己肯定感を上げるために私は偉いっていうのを自分も言ってたし、旦那にも言わせてました。だからそれはね結構良かったと思ってます。あの声に出すと何がいいかって、それを聞くのが自分なんですよね。耳に入ってくる、思ってるだけじゃなくて耳からも刺激を与えてあげるっていうのはすごく有効だと私は思ってます。だからあなたは偉い、よく頑張ってるっていう、そういう私からもお伝えしたいし、自分自身も褒めてあげてほしいなって思う。みんなみんなね、コミュニケーション今下手になってるし、それが普通です。だからコロナが明けたらみんなすごいねたどたどしくなって、ファシリテーターとかが飲み会でも必要かもしれないですね。お茶会とかでも、はい、ではあなた次の番ですどうぞみたいな、そんなねちょっと今は誰も経験したことがないような時代だから、うん、あのその中で自分はよくやってるなって、過ごしてほしいなって思います。親友との幼なじみとの会話に関しても絶対元に戻るから大丈夫です。もし戻らなかったら、それはあなたが多分成長したとかね、そういう変化によるものだから、何も怖がらなくていいと思います。また何か不安なこととか辛いこととか悲しいこととかあったら、いくらでも私でよければお聞きしますし、書き出すことによって頭の中が整理されたりとかもするから、このチャンネルもうまくご活用していただけると嬉しいなと思います。このご相談者さんのような方は多いと思うので、またねこれを聞いて共感してくれたりとか、あ、同じように悩んでる人がいるんだって知るだけでも心がほっとするってことがあると思うので、送ってくださって本当にありがとうございましたっていう感じだし、また何かあったら気軽に送ってください。よく立派です、よく頑張ってます、あなたは素晴らしい人です。この状況下で
人の気持ちをこんなに考えられるから素晴らしい。はい、ということで今夜はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今夜も皆様にとって穏やかな夜になりますように。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさーい。